はい、皆さんこんにちは。はい、どうもラジオマンジャックです。はい、もう最近の日本語すごいよね。小池さんがどうたらこうたらになっちゃって、ね、新党結成してから党首になるとかなんだとか、ね、前原さんがもう、でもさ、都知事なんじゃないの？いや、まあそうそう、それに言いたいことはラジオマンジャックの時代ではね言えないんですが、ね、はい、僕はね小池さんに出してみたい、ね、常識の質問、はい、いろんな質問したいじゃん、政治のとか、そうじゃなくてね、10回言わせるクイズ、ね、これみゆちゃんこの間ね相当面白いこと言ってくれたんですけど、10回まとめて面白い難問引っ掛け問題などいっぱい集めた、10回クイズをね小池さんにやってみてえなと思ってて、でね、みゆちゃんに小池さんに代わってこの問題まず一回テスト的に解いてもらう、難しいからじゃないかね。なんたってねすごいのがあったね、みゆちゃん、はい、イカリングイカリングって10回言ってって、その後に、じゃあ耳につけ、首に回すのがあったらイカリングって言いました、ということで行ってみたいと思います。はい、それではラジオマン、はい、首長族って言うと、じゃあ簡単なやつから言ってみるよ、一本ね、首長族ってことだったでしょ。でもあれさ、普通さイカリングイカリングって10回言った後に、じゃあね首にやるネックレスがあった時に首長族もないよ、絶対おかしいよそれ絶対ね。はい、じゃあ簡単なやつからいきます。いいですか、豆板醤って10回言ってください。はい、どうぞお願いします。はい、豆板醤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 。はい、じゃあね消防車を呼ぶ番号は何番ですか。99番。え、99番、それにアメリカだよ。日本、なんだ、番号わかんないっての久しぶりすごい回答だよ。119番ですね。あ、そうか、そういうことだ。これをね110番っていう風に引っ掛けるって、こんなのがクイズなんですよね。で、有名なのはシャンデリアって10回言ってって言って、毒リンゴを食べちゃったら誰って言った時、みんながシンデレラって言うんだけど、これは白雪姫なんだよ ね、 ね、はい、じゃあねもうちょっと、まあ、簡単だから言いましょう、青丸って10回言ってください。青丸。はい、日本の国歌は日の丸。はい、君が代ですね。君が代。これこうなるから今打たれましたけどね。これが10回クイズの面白いところなんで、みんな日の丸って言っちゃうんだよ。例えばキャンパスっていうのを10回言ってて、角度を測るのはっていうとコンパスって言っちゃうけど、分度器だとかね。じゃあね、これちょっと難しいやつに、いっぱいって10回言ってください。いっぱい。これ難しいよ。いっぱい。はい、じゃあいっぱいのいをおに変えたら何になりますか。おっぱお。お、すごい、すっごい正解。おっぱいってみんな言っちゃうんだけど、おっぱおなんだよね。お2回だから。はい、あ、すごいです。みゆちゃん、こういうのはすごいね。続いていきます。ひらがなだったからか。桃太郎。ね。はい、桃太郎10回言ってください。桃太郎。言うの大変。はい、大変だね。じゃあね、川から流れてくるのは桃太郎。桃太郎、川から流れてこないんで、水が流れてくるんだ。桃も違う、水です、川から流れてくる。なんで、だって桃太郎、そう、これは変な問題だね。それ以外にね、スプーンって10回言ってって言って、スパゲッティを食べるのは何って言うんだけど、スポンじゃないよ、うん、人間が食べるんです、フォークじゃないとかね。キンカーンって10回言ってくださいって、初代アメリカ大統領はって言うと、リンカーンって言っちゃうんだけど、ジョージ・ワシントンとかね。で、はい、みりんって10回言って、これ簡単だ。みりん。はい、鼻が長い動物はみりん。ゾウですね。ほら、引っかかった。これも引っかかるんだよ。はい、面白いよ、これね。もうちょっと行きましょうね。はい。これ、例えばね、日焼けって10回言って。日焼け、5回でいいよ。日焼け、5回でいい。いいよ、いいよ。ニワトリが産むのは何ですか。卵。正解、やったー、すごい、ひよこってきたんだよね。そう、日焼けはひよこには繋がんなかったな、うん。あ、よかった、よかった、うん。じゃあね、東京コーヒーって5回言って。東京コーヒー。東京コーヒー。学校休むことを何て言いますか。学校休むことを何て言いますか。東京教費。違います、これ単なる欠席ですね。学校行きたくないっていうのは東京教費。これも引っ掛けだね。あとニューヨークって10回言ってた、アメリカの人はって言うと、ニューヨークって言ったらワシントン DC とかね、うん、ザットって5回10回言って、これはペンですって言ってください。これはペンです。そうです、正解です。はい、ザットイズはペンってのは間違いですね。はい、すごいな、はい、じゃあね、ちょっと難しいんだけど、これ簡単か。ニシンって5回言ってください。
ねじん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 。赤ちゃんが生まれることを何という？生まれる。うん。生まれる。まあ出産だね。まあ半分ぐらいだね。これ相当難しいよ。波線って5回言ってください。波線、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 波線。はい。タラちゃんのお父さんは誰？武蔵さん。正解。おお、すごい、引っかかんなかったね。波平って言わそうとしてんだよね。はい、これ難しいぞ。三角ロース、はい、5回言ってください。三角ロース、うん、そうです。三角ロース、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 三角ロース。はい、トナカイの上に乗っているのはサンタクロース。残念でした。トナカイの上には誰にも乗ってません。サンタクロースはソリに乗ってます。バカにしてるね、この問題ね。はい、じゃあね、どうしようかな。これがいいかな。あ、ね、面白い。いきます。シャンデリアって5回言ってください。シャンデリアじゃなくてシャンデリア。シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア、シャンデリア。はい、行くぞ。難しいぞ。ガラスの靴を拾ったのは誰？王子様。正解。すごいすごいな、こういうのできんだね。みんなね、これシンデレラって言っちゃうんだけど、王子様ですよね。絵が浮かぶやつはねえ、絵で、すごいすごい。そうじゃあね、マグロ5回言ってください。マグロ、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 マグロ。はい、タラちゃんのお兄さんは誰？カツオ。残念、お兄ちゃんはいません、タラちゃんには。そっか、カツオっぽいね。これも引っかかるね。あれ兄弟じゃないんだよね。そうなんだよね。そうそう、うん、じゃあキッチンって5回言って。キッチン、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 キッチン。はい、鳥は英語で何て言いますか？バード。正解。お、これもね、チキンって言わそうってやつなんだよね。引っかかんねえな。そうね、そう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 。これね、あのね、十って十回言って、これ十回言って。十十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 。はい、九十の次は。十百。九十一ですね。あ、引っかかった、引っかかった。はい、行きますよ。次、同じの問題。温泉。はい、十回言って。十回。うん。温泉、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 温泉。いい？三千の次はいくつ？三千一。正解です。今度は聞かなかったね、うん、こういうやつなんですよ。まあ、いろんなのある ね、 あ、これ難しいよ。はい、二つやろう。桃太郎、ね、桃太郎、または桃太郎、うん、桃太郎って5回言って。桃太郎、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 桃太郎。はい、亀をいじめたのは誰？浦島太郎。残念でした。神を助けたのは浦島太郎で、村の子供たちです。これも引っかかるな。ねえ、次いきます。夏の宝石と5回言ってください。夏の宝石、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 夏の宝石。はい、一万円札に書かれているのは誰ですか？あれ、今で福沢諭吉だっけ？正解だ。昔そうだ。こういうのすごいね。じゃあ最後の問題ね。最後だよ、難しいよ、うん、はい。東海道と5回言ってください。東海道、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 東海道。はい、日本で一番北にある県はどこですか？秋田じゃない、これ違う、青森県。正解です。すごいな、引っかかったね。すごいすごい、みーちゃん、うん、すごいよ。これ北海道って引っかかるんだよ普通。え、だって県じゃない。そうだよ、だけど引っかかるの。それが引っかかんなかったってことは、みーちゃんはすごい。なんかあの怒り犬の時だけおかしかったんだね。あれ、でもね、世の中でさ、俺思うけど、うん、やっぱりさ、要するにイカリングって10回言ってって言った後にね、首にかけるアクセサリーはって言った時にイカリングって言う。アクセサリーって言わなかったよ。言ったよ。その後言ったのはさ、首かり族だよ。首長族。首長族、もっと同じようなもんだよね。いや、それはすごかった。割にはこの正確な、もうね、10個の問題をこんなに正解できるなんてすごい。イエーイ。すごいね。みんなもね、これ出してみて。結構引っかかるやつね。他にもいっぱいあるんだけど、うん、ネットで調べるとね、10回クイズって出てくるから、うん、みんな結構引っかかるよ、うん、そう。これ英語でもないのかな、ね、どうかな、あんのかな。あったら面白いね、英語でね。言って、ね、イエーイって、死んでるよ、うんうん、いや俺ね、確かに絶対引っかかった。俺引っかかったの1個あるんだけど、あの1個だけなの。いや、桃太郎っつって、うん、ね、10回言ってって言った後に、あの亀いじめたの誰って言った時に、村の子供だよね。そうなんだよね。浦島太郎かわいそうだと思うな。助けたんだぜ、うん、物語の中に出てきたて。そうそう、あ、なんかラジオマンジャックっぽくていいな、ね、これな、すごい大好き、これ ね、まあ、そういうわけでね、ずっとお送りしましたけど、ラジオマンジャックね、時間になってしまいました、うん、これ、そう、下がらせていいってことで、
来週は何やるかな。またネタ探しましょうね、みーちゃんね。はい、みーちゃんのためのラジオ漫才でした。それではまた来週です。さようなら、イカリング。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。